皆さんこんにちは、カチャクチビのティナと本日のゲスト。皆さんこんにちは、アナスタッシュです。ずっとアナスタッシュと3週間前ぐらいに初めて出会って、うん、なんか一緒に動画を撮っててすごく楽しかったことがあって、あ、よかった。今日は2回目あってるんですよね。でアナスタッシュの言葉まで知らない方がいらっしゃるかもしれないので、ちょっと簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？アナスタッシュです。じゃあ、ウクライナから日本に来ました。今2年間ぐらい日本に住んでます。自分のサービスをやりながらモデルや女優やインフルエンサーとして仕事をしています。日本に来たのは2年前。あ、2年前。どうしてもともと日本に来ようと思ったんですか？あ、日本は1ヶ月間ぐらいボーダーしたので、あの日本も大好きなので日本に来ました。日本のことは日本に来る前に何か調べたりとかして行きたいなと思った。3か4年前に初めてモデルとして日本に来ました。あ、ただこの子は3ヶ月ぐらい過ごした。でもその時は日本はめっちゃ好きになりました。ああ、そう。初めて。その前も全く日本はどういう国なのか分からなかった。あ、もちろん分からない。おお。で、その時にこう来て何が良かった、どうして、あ、いいなって思った日本は。日本はめっちゃ安全だし、あと料理も美味しいし、人も優しいし、サービスのレベルも高いし、いろいろな理由があって。で、それで3ヶ月間モデルやって、ウクライナに帰って、コロナになって、1ヶ月間だけこう、ボーダーが開いたら、ポンって、そんな感じ。でも、めちゃくちゃデプレッションになってしまった。うつ？実は、私はいつも働きたい。でもウクライナに働く意味がない。コロナの時もちろんどこにも出られないし、実はフルタイム仕事をする意味がなかった。コロナになってしまって、もう働きたいので、モデルのマネージャーと、あと英語の先生フリーランスで、あと自分の料理のブログやってました、その時、うん、コロナの時。でも全部は良かった時に日本はボーダー開けました。でもともとはなんか他の国とかヨーロッパとかじゃなくて、アメリカとかじゃなくて日本って感じ。日本。その一番大きな理由としては何ですかね。一番大きい安全ですね。なんかそういうどう違うんですか、こうウクライナとか他の国と。でも例えばウクライナよりは日本で夜遅く一人で出るとしたら安全です、うん、なんか心配しなくていい。そう、でもウクライナは夜遅くどこか出るとしたらめちゃくちゃ危ないです。そうですよね。なんか例えばパーティーとかがあって、はい、でそれで女の子たちは帰るときに絶対にタクシーで帰るか、男の人が一緒に連れて行くみたいな、はい、タクシーも危ないです。タクシーも危なかったりする。仕方がない。彼氏がいないと仕方がない。そう、彼氏がいないと、なんか友達の彼氏とかと友達が一緒にこう帰るみたいな。でも 私はその時旅行を行ったり来たりしたので、友達はいなくなってしまいました。みんなは羨ましいとかステーブル友達がない。なんか別れちゃうんだよね、こう、うん、残念ながら。みんなが一緒にいて、なんかより仲良くなって、はい、自分だけあちこち行くと、なんかそう、離れちゃうよね、うんうん。じゃあ、それの他に、初めてこう日本に来た時に、あ、ここもいいなって思ったことはありますか？あと、日本で、日本国内、パスポートなしを旅行できる。びっくりした。あと、普通に飛行機を乗って、沖縄行く。あと、飛行機乗って、飛行機だ。うん、確かにロシアの場合は国内でも飛行機へ乗るのにパスポートがいる。でもそれは日本人が持ってるようなパスポートじゃなくて、うん、ウクライナもあるよ、ね、なんかソ連の時に ID とかの代わりにパスポートみたいなのがあったんですよ、うん、そういうシステムが。なんで今もなんかみんな2つ持ってる、ね、でも日本は外国人なのに ID とか在留カードいらない、うん、
なんか普通に旅行できる。そう、飛行機に乗るときに何もこうチェックされない。うん、逆に日本は厳しいと思う。なんか犯罪者とかはすぐ捕まえる。カメラとかもあったりして、あと簡単に逃げられないじゃん、日本から。まあ、日本のどっか離島とかに隠れたらもしかして行けるかもしれない。逃げようとしなかった。あと、うん、料理。あ、レストラン、誰でもレストランに行ける。毎季節は料理が変わります。そしてシバの一番好きな料理はアフタヌーンティー。でも料理アフタヌーンティー。ウクライナはいつもお仕事だけ楽しい。お仕事と、うん、お仕事ぐらい楽しい。本当に楽しい。その時だけはお料理は何もイベントがないね。なんかイベントはあるらしいけど、なんかそのシーズンっていう感じじゃない。うん、日本は本当に季節を祝う文化があって、あとお店とかもそういう雇用系の何かを出したりとかするし、ハロウィンとかもそうですけど、うん、それが終わったら次はクリスマスに変えてイルミネーションがあって、どこでもまたクリスマスメニューが出たりして、なんかすごくもう全体的にそういう気分になる、うん、国全体。でも日本ではどこに行ってもデコレーション、飾り、うん、プレゼント。そう、そこではなんか日本人のなんて言うんですかね、こう細かいことにすごく気を使うとか、誰も見えないんですけどそこも綺麗にしようみたいな、まあ、文化というかな、そういうのが現れてるのかなって思うんですよね。海外は確かにもっとこうようだね、綺麗だねって終わりなのに、日本はなんかもっともっともっとこう細かいところまで雇用を祝うっていうのがあって、すごい私は好きです。で、アナスタシアはもうずっと日本に住みたいと思う？はい、ずっと住んだ当たり前じゃないなんかどんなことをしたいとかはありますか？自分のサービス広げたいですちなみにどんなサービスですか？あ、インフルエンサー、あ、プロモーションサービス。例えばあるお店、あるレストランとかサロンに行って、そのサロンは割引、決めた割引をもらう代わりに、うん、インスタとか YouTube でタグする、ストーリーとか、うん、TikTok は、あ、この店行ってきたとか、うん、そう。それはアナスタシアは自分で始めた？そのサロン。自分で。え、すごっ。そう、難しいですえ、日本に来てすぐもうやろうって思った？ほとんどすぐ。おお。なんでそれをやりたかった？最初は、モデルとして日本に行くとき、お金はほとんどない。足りないな感じです。でも、日本で楽しみたい。そして、そのサービスをあったら、みんなを楽しめるようにできるかもしれない。うんうん、冬田さん、ぜひ使いたい方がいたら、概要欄に貼っておりますので、使ってみてください。お願いします。あ、ちなみに名前は、新サービスの。今、ユニークですよ。ユニークです。アナスタシアはこう今まで日本を結構旅行した？あ、はい、来ました一番ここが良かったなって思ったところはどこ？宮古島。絶対宮古島です。誰もいないし、海も綺麗し、うん、景色もいいし、うん、ただ宮古島で自分の誕生日を過ごした。それは初めてその島に行ってきた。毎年行きたい。本当に毎年行きたい場所。なんか例えば自分の友達とか家族が日本に来たらどこに連れて行く？あ、もう宮古島連れてきた。あとはもし来年か再来年来るとしたら京都に連れて行きたい。うん、絶対京都好きになる。ちょっと観光客が多い時期はあれかもしれないですけど京都は素敵すぎる、うん、あと何を食べさせたい？もし両親とかこう家族が、うん、和牛。あ、ウクライナの肉と和牛は全然違う、全く違う。和牛は本当にもうとろける、口の中に入れたら、うん、じゃあ皆さん今回はこんな感じでした。いかがでしたか？ぜひコメントで教えてください。あとアナスタシアの YouTube チャンネルとインスタとアナスタシアがやってるサービスを概要欄に貼り付けますので、よかったらチェックしてみてください。チャンネル登録までしてない方はチャンネル登録お願いします。英語を学びたい方がいらっしゃったら、それも概要欄に全部情報が載ってありますので見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。